こんにちは、島田です、えー、まあ新年明けてから営業に関していろいろお話をさせてもらってるんですけどまあこの話を聞いてて難しいとかつらい大変そうだなとかって思ってる人もいるのかなっていうふうに思うんですけど当たり前でしょ <laughs> うん、っていうのかあの辛いと感じるのかどうなのかは人による話なんですけど例えば営業っていう仕事ありますよねそれってそれってやる以上あんんたプロででしょっていう話ななすよねなんかね、うんまあ、世の中にいろんな本とか出ててそういうのをこう営業関係の本とか私、まあ、仕事なんでね読んだりするんですけど なんだろうな、やたら簡単だよ、こうすりゃ売れるよみたいな本ってすごく多いんですけど、こいつら売れんのかなってたまに思うことあるんですよね。本当にこいつ売れんのかなってね。なんでかっていうと、一番大切なこと書いてねえじゃねえって思うんですよ。それは、プロとしての努力を当たり前だけどやんない限り、お前プロになんかなれるわけねえだろっていうね、そこの部分を、 かけよよって思うんんですよねそれ当たり前じゃんやることやらないでできるようになることなんてまあこのね今の人間の成長過程においてありえないんですよ。人間っていうのはこの頭で分かって即行動できるっていう動物じゃないんですよ。頭で理解してイメージはできました。じゃあそれを自分自身の体でできるよう要は 無意識でできるようにするために、一定期間の練習が絶対必要なんですよ。だって、最初から自転車乗れましたかっていう話なんですよ。じゃあ、車の運転するのに、教習所通いませんでしたかって、もう飛び込みでそのままあなた、試験一発で合格しましたかっていう話なんですよね。ありえないじゃないですか。少なくても一定期間の練習を絶対経たはずなんですよ。どんな人でも、まあ、短い、長いはありますよ。 でも、一定期間やらない限り、体で覚え込むということができないはずなんですよね。そういう動物なんですよ。それで、まして営業とか仕事なんだから、プロとしてあなたがプロの営業マンになろうと思ってやってるんですよね。そうじゃないんですかっていう話なんですよ。楽して簡単みたいなふざけんなこの野郎って。ね、それは一定レベルに た人たちがもっと売れるようになるためだったらこうした方がいいよっていうテクニックであるとかノウハウっていうのが実際あることはありますよそうすればより伝わりやすいとかっていうのはあるんですよ私が指導している営業紙芝居だってそうなんですよ要はツールを使ってやりますよっていうことなんだけどこれも レベルの人たたちちだから当たり前にでできちゃうんですよね私がちょこちょこって指導すればそれを使ってやっぱできるようになっちゃうんですけどできない連中がやっぱ腐るほどいるわけですよこいつらが要は何なのかっていうとプロとしてプロって言えるところまでまだ行ってない人たちなんですよねそれで新年明けて私がずっと話してるのはまずはプロになろうよっていう話をしてるわけですよ。 プロになるためにはやらされ意識でプロになってなれるわけがないんですよ。結局そういう中途半端なやつって何年かしたらやめていくんですよ。売れないまんま。それでいいのかっていう話じゃないですか。まあ、早いなら早くもうやめてきお前この野郎っていうね。そんな話なんですけど、まあ、それは、ね、その人自身が 本気になれないでいる何かがあるのかもしれないし本人としてはやろうとしてるんだけどなかなか自分の中でスイッチ入らないのかもしれないからスイッチきちっと入れようよとそれで本気でやろうよっていう話をさせてもらってじゃあ本気でやる始めたら当たり前だけど練習しようよっていう話ですよね当たり前ですよね <laughs> それでまあプロとしてのこの練習っていう話なんですけど まあ私の時代もそうだし、たけしのあのこの前の映画とか見ててもそうなんですけど、我々の世代はね、盗むなんですよ。仕事とかノウハウっていうのは、人がやるのを見てて盗む、それが当たり前なんですよね。で、まあ、私の場合は、誰からもほとんど営業って教わってないんですよ。 ななんだろうな現場同行とかって最初の1週間しかしてもらってないんでそ,そこでも契約取るのって一見も見てないんですよねただあのその時同行してくれた先輩は本当にね売れなかったけど朝から晩までこう。 飛び込むの姿を見せてくれた、すごい感謝してるんですけどね。それで実際何を盗んだかっていうと、例えば朝礼とかでどういうふうに話するのとか、まあ、我々とこう会話するとき、トップセールスって目の前にいたんでね、日本で一番電話機売ってた人がいましたから、その人の話し方であるとか、その話す癖とかをこうちょっとずつこう盗んでいくんですよね。それを現場で使ってみるんですよ。それ実際自分の ごく普通の会話と営業の会話がやっぱ違うわけですよね。その自分が今まで当たり前だと思って話してきた話し方と、そのトップセールスの普段の話し方、これが多分客先でも同じように言ってるはず。これがやっぱ自分らの 常識と全然違う話し方をされるわけですよねそういったのをこう盗みながら盗みながらそういう現場で試行錯誤してその売れるようにこうなっていくんですけどあのね努力してる最中はもう真っ暗闇の中を手探りで探っ,探ってるそんなイメージなんですよ。これねもう出口ねえんじゃねえのって思うぐらいあのやっぱきついですよね。 本当真剣にやってたからこそきついですよねもうね、もう忘れもしないんですけど、四谷三丁目回ってて、夕方8時ぐらいかな、会社に電話して、あの上がってこいって言われた瞬間に、もうね、涙があふれちゃってねで、その当時コンタクト入れてたんですけど、コンタクト一個落ちちゃって、<laughs> おやべえやべえ、みたいな <laughs>。ああ、もうね、 何ち,、ね、ちゅうのかな自分自身が情けねえっちゅうかなんちゅうかやべえ <laughs> って感覚にねほんとなったりしましたけどそれねやっぱ真剣にやってたからなんですよね。ということであの最低でもプロとして自分はプロなんだと金もらってやってんだっていう気持ちで そんだけの働きを絶対俺はやってやるんだっていう気持ち、それと、あと前、ちらっと話したんですけど、私は性格的に自分に負けるのがすごい嫌なタイプなんですよね。自分で決めたことを自分でできないって嫌じゃないですか。<laughs> やっぱ、ね、自分に負けるって悔しいじゃないですかで。私ってね、すごくありがたい性格してるんですけど、人と比較しなないタイプなんですよ、ね、<laughs> あの周りは見ますよ、当たり前ですけど、同期の連中って、ああ、売ってんな、すげえなーとか思いましたけど、比較をしようっていう感覚がないんですよね。だって人は人はじゃないですかだって <laughs> あのもう生まれも育ちも顔も背の高さも全然違うのになんで比較するのかがよく分かんないんですよね。であのとにかく自分に負けずにやることしか、うん、考えこれ本当ね多分ね昔からなんですよ。剣道やっててもそうですしスケートとかやっててもスキーやりに行ってもそうなんですけどもう一人で黙々とやるのが好き。 人と一緒にこう滑るのがそんな別に興味なくて自分が今どうやりゃかっこよく滑れるのとかねその練習積み重ねるのが好きなね変なタイプなんですけどそれがね多分ね性格上すごくあの仕事をやるにしても何かをなすためにもすごく多分合ってんでしょうね。ということでプロとしての練習を当たり前にしてほしいな。 っていうことなんですよねあのまあ、この前お話ししたように例えばトーク練習1つ取ったとしてもあのお客さんならこう言うかなああいうかなっていうのを常にこうイメージしながら真剣勝負でやるそういったトーク練習とそうじゃないトーク練習ってやっぱりあると思うんですよね。それとあの会話 なんで当たり前ですけどこの話のテンポってすんごい重要なんですよ。声の強弱であるとかそういうのも含めて本当に真剣に練習してますかただ棒読みしてませんかっていうねトーク練習って棒読みちゃダメなんですよ。あのまあねぜひね参考にしてほしいなと思うのがあの。 島田信介の「新竜の研究」っていう DVD があるんですけど彼がねその中でその自分がどうやってあの、まあ、実際に売れるようになったのかっていうのを話をしてるのがあるんですけどそこでねそのまあ、漫才ですよね漫才をやるときにあの1分間の中でどんだけ間を空けるのかとかっていうのを自分が好きだった こう漫才とかを全部録音して帰ってその1分間にこう間を何個あるとかね書き出してたみたいなんですけどそれ何を意識してるかっていうとやっぱテンポなんですよね。話のテンポどこでこう間を空けたりどういう風なテンポでやるあのよく分かんないですけどな何分の何秒子とかあるじゃないですかそういったこの流れっていうのかな。それが どれが一番いいのかっていうのをこう考えて考えて追求して相方と練習を重ねていやそれダメあもう,もうちょいこのもうちょいこうしようみたいなねやってたっていう話をされてたんですけど、うん、まさに我々のこの営業のトークっていうのも全く一緒なんですよ。それで、まあ、我々は相手がいるんで相手に合わせなきゃいけないんですよ。 相方さんがいないですからね相方さんはその一人一人違うわけなんですよねその違う相方を相手にしながら店舗をうまく相手のこのお客さんに合わせながらやっていかなきゃいけないそれでどこで間を空けるどこで間を空けちゃいけないかっていうのもこれすごく重要になってくるんですよね、ま、間一つがすんごい重要なんですよ で商談の初期で間を空けると断られるっていうのがあったりねそれである程度お客さんが考え始めた時には考えてる間は一切話しちゃいけないんですよねそういった間をちゃんと与えるこれがねなかなかできない営業も多いんですけど。 まあ俺から言わせは単に練習不足でしょって <laughs> それも含めて練習なんだよっていうね黙るっていうのはねなかなか辛いんですよ特に客先でお客さんが真剣に黙って考えてるときは一切言っちゃダメなんでもうね30秒ぐらいが5分ぐらいとか10分ぐらいとか感じることあるんですけどずっと黙ってお客さんの 口からどう出るのかな、イエスが出るのか、ノーが出るのか、そのノーが出そうであったら、そこで話題切り替えちゃうとかね、そういったのも含めて、あなたがプロとして真剣に練習をしないとダメなんだっていうね、まあ、この前話した木村正彦さんっていうのが、 3、えー、倍努力っていうのを掲げられて柔道の練習をしてたわけなんですけど1日のうちで何が嫌だかっていうと寝てる時間は死んでる時間だっていうねだから寝てる時間を極端に短くして3時間睡眠で、えー、そ,のそれ以外全部ね21時間は練習をしてたと人の3倍稽古をやって最後の仕上げが腕立て旋回と打ち込み旋回ってバケバ <laughs> マジかよみたいなね、本当かどうか分かんないですけど、100キロのバーベルをここからあの手首までまっすぐ転がせたっていう、<laughs> それ電車に乗って、つり革こうぶら下がるやつあるじゃないですか、あれをこう手でね、バチッバチッって割って歩いたとかね <laughs>、まあ、本当か嘘か分かんないような伝説が残ってるんですけど、人間ってね、 真剣に稽古を積むと化け物になれるよっていうねいい例なのかなとは思うんですけど我々ねあのたかが営業で売れるようになるだけなんでそこまではやんなくていいですけどあのそんぐらいなことをやってる人だっているんだから同じ人間じゃないですか少なくてもたかがね営業で 売れるようになるっていうレベルであればそこまでじゃないにしても自分ができる精一杯をちょっと超えようよっていう感じですね。もう嫌だってもう今日終わりって思ってから一軒二軒回れよっていう話ですね。それが一番そこからが練習っていうね、えー、昔高野花がこういう話をしてるんですけど高野花って2代目の方なんですけどね。 あのまあ、お兄ちゃんの若野花と一緒にこう練習やってるときに、練習が終わって、みんなが帰った後で二人で残ってやってたらしいんですけど、この練習は人には見せれなかったっていうんですよね。気絶してから、意識朦朧としながらぶつかり合うっていうのは、<laughs> 鬼のような稽古を積んで、二人とも横綱になったみたいなんですけど。 ままあまあそれはちょっとレベルが高すぎるあの話かもしれないんですけど、プロっていうのはそういうもんなんだよっていうのを頭に置いといてほしいんですよね。これ、どんなことをやる場合も、それぐらいの考え方、それぐらいの気構えで取り組むのがプロなんだっていうね。例えば、うん 大谷翔平にしてもそうですし、えー、松山英樹にしてもそうなんですけど彼ら昨年ねもう日本人初っていう記録を残した2人じゃないですかあの2人見てごらんバケモンみたいな顔してるじゃないそこまで自分を鍛え抜いて鍛え抜いてしかも何十年かけて体を作ってトッププロになってるわけじゃないですか。 まあ我々トッププロになろうよって話じゃないんですけど、高く営業で売れようっていう話なんで、ただ、素人の練習じゃダメだよっていうこと、ちょっとやって、えいできねえとかって、ざけんなこの野郎ってね、<laughs> 感じがするじゃないですか。最低でもプロであるんだったら、お金をもらってあんたやってんでしょと。だったら、それに応えるぐらいのことは最低限やろうよっていうことなんですよね。 ということで、まずは覚悟を決めないとダメだよっていう。スイッチを入れようっていうのは自分のためにやろうよっていうことなんで、次はあなた自身が覚悟を持って取り組んでくださいよと。もう自分の人生、これ以外道がないぐらいに思って真剣にやりましょうよっていうね。それで あの私、すごく思うんですけど人生ってね、まあ、例えば自分が望む、望んだにしろ、望まないにしろ営業っていうものを今、あなたがやってるとしたらそれはね、実はすごい経験をしといた方が後々、あなたの人生で生きることなんですよ。まあ、それから他の職に変わっても全然いいんですよ。ただこの 一定期間、これが2年なのか3年なのか5年なのか分かんないんですけどそこで真剣にやって自分自身で営業力っていうのを身につけて次に行った人とここでダメだめだ <laughs> できねえやっていうね営業力を身につけないまま次に行った人とでは全然違いますから。 ということで、せっかくね、あなた自身が人生の中で巡り合って、仕事として今、あなたがプロとしてやってるんであれば、プロとして努力をして、身につけちゃおうっていう話ですね。あの、これ、この覚悟をね、ほんと決めてやれば、どんなことでもできますよ。間違いない。だってね、すっごい簡単な理由。他の人ができてる人がいるから。<laughs> できてる人がい誰もいなかったら、それはちょっと難しいですよ。あの、羽生結弦じゃないですけど、世界で誰もね、あのできてない4回転半をね、やろうって話じゃないんですから、<laughs> そこまでね、あの難しい話じゃないんですけど、少なくてもね、 えー、自分自身に覚悟を決めて取り組むと大体いい人ができてることっていうのは自分自身もできるようになるものなんで、えー、同じ人間なんで、ね、<laughs> 間違いはないですから是非是非ね、えー、頑張って覚悟を決めて、えー、プロとしてやってくださいよということで終わります。